こんなこと考えてみたこともなかったというあなた、今こそ考えてくださいね。朝するより夜にした方がいい12の習慣。私たちが朝することってたくさんありますよね。朝が何をするにも一番効率が良いように思えませんか？シャワーを浴びたり、髪をブラシしたり、部屋を換気したり。でもそういった日課の中で、実は夜した方が良いものもあることが研究で分かりました。そしてこの動画の最後のおまけでは、鉛筆を使って快眠を得られる方法を説明しますよ。本題に入る前に、ぜひ私たちのチャンネルを登録すること、そして私たちからのアップデートを受け取れるように通知ボタンをオンにすることをお忘れなく。では始めましょう。カウントダウンでいきます。第12位、肉やカッテージチーズを食べる。寝る前の数時間何も食べないでいるとなかなかよく眠れません。空腹はしばしば不眠を引き起こします。夕食を食べずに寝てしまうと、翌朝には多分朝食をたくさん食べることになります。夜適量の肉やカッテージチーズを食べるのは実は良いことなのです。これらにはタンパク質やトリプトファンが豊富に含まれているからです。またアミノ酸が快眠を助けます。逆に大量の野菜は腹部膨満感の原因となるので控えた方が良いでしょう。第11位、ウォーキング。寝る前にウォーキングをしてみましょう。これはその日の全ての悩み事を乗り越えるのに効果がありますよ。静けさを満喫しつつ、気になっていることなどを考えられます。また国立睡眠財団の研究によると、夜の散歩は健康にも良いことが証明されていて、不眠症を改善するそうです。またさらに、歩いている間に新しいアイデアや問題に対する素晴らしい解決法が思い浮かぶこともあるかもしれません。その証拠に Facebook 創始者のマーク・ザッカーバーグや TwitterCEO のジャック・ダーシーも夜の散歩を好んでいるとのことですよ。第10位、今後の予定を考え書き出す。サクセス誌の発行人で「複利の効果」という本の著者でもあるダレン・ハーディは、夜に予定を立てるのは自分の人生を順序立てて考えるのに有益なことだと言っています。私たちは大抵忙しい朝に予定を立て、その結果大切なことを忘れてしまったり、自分の能力以上の仕事を引き受けてしまったりします。きちんと予定を立てておけば、朝は落ち着いた気持ちでいられ、貴重な時間や労力を無駄にせずに、やらなければならないことを一つ一つ片付けていけるのです。日々のスケジュールは絶対にあらかじめ決めておかないといけないと言っているのではありませんよ。ただ予定を立てておくと、一日の仕事がはかどり、気がそれることも少なくなるということです。第9位、部屋の換気。朝部屋の換気をするのがあなたの日課なら、高評価ボタンで教えてくださいね。でもこの日課も考え直した方が良さそうですよ。人間の体には白色脂肪があります。この脂肪はあなたが一番現れてほしくないところに出現するのです。一方、褐色脂肪と呼ばれる脂肪も存在します。この脂肪は体温調節においてエネルギー源としての機能を果たします。そして新陳代謝を改善する冷温効果の結果、白色脂肪が褐色脂肪に変わることが様々な実験において証明されています。ですから夜、空気を冷やすために寝室の窓を開けましょう。寒くなるまで開けっぱなしにしておく必要はありません。冷気を入れるだけでも褐色脂肪を活性化させ、寝ている間でさえエネルギーをさらに消費することができます。第8位、ランチと着る服の用意をする。翌日に着る服をあらかじめ用意しておけば、翌朝の時間と手間が省けます。あれこれと選ぶ時間も省け、何を着ていくのかがしっかりと決まっていれば、少なくとも15分の時間の短縮になります。その時間でちょっとした運動やコーヒーを飲む時間もできますね。またもしあなたが職場にお弁当を持っていく派なら、夜のうちにランチを用意しておくこともできます。すべて前もって考えておきましょう。
冷蔵庫を開けたら空だったなんてことならがっかりして元気も出ませんからね。第7位、ヨガと瞑想をする。朝はなかなか時間がなくてエクササイズができないこともありますよね。でも実は夜にするヨガは自分の考えをまとめ緊張をほぐし翌日を爽やかに迎えられるといった効能があります。最近は瞑想も大変人気があります。布団に入る前に少なくとも10分間は瞑想をしてみてください。自分の内面に意識を集中させることがポイントです。横になって目を閉じ体のそれぞれの体の部位に焦点を当てていきます。集中してリラックスさせましょう。このエクササイズの後は楽に眠りにつくことができることでしょう。第6位、ホットシャワーまたはお風呂に入る。朝のホットシャワーは実はおすすめできません。というのは熱い温度が睡眠補助の役割をしてしまうからです。夜にホットシャワーに入ると体温が上がり寝つきやすくなるのです。温かいお風呂は不眠症への対処に最適です。一日中職場で働いた日は夜のお風呂で神経を落ち着け詰まった毛穴を清潔にし血糖値を安定させ背骨をリラックスさせることができます。第5位、暗記する。あなたの脳は夜の方が暗記するのに適しています。だから多くの学生が試験勉強を夜にすることで良い点数が取れちゃうんですね。サセックス大学の科学者たちは読書がリラックスするのには最適な方法だと証明しました。全く違った世界に浸ることで日常のストレスを効率的に取り除くことができるからです。紅茶や音楽よりも効果があるそうですよ。不安レベルを下げ筋肉をリラックスするのに必要な読書時間はたったの6分です。ここで言う本とは文字通り紙の本ですよ。明るい光を放つスマホやラップトップを使って読むとかえって逆効果で眠れなくなりますのでご注意ください。第4位、キウイを食べてよく眠る。多くの人が朝果物を食べていますがキウイのように夜食べた方が効果のある果物もあります。様々な研究で1ヶ月にわたりキウイ2個を就寝1時間前に食べると早く寝つけ快眠が得られるという結果が出ています。ビタミン E と C が健康的な睡眠サイクルとセロトニンの生産を司る脳内の神経伝達を調節するのです。でもキウイをレモンで代用しないでくださいね。そうすると逆効果です。レモンは私たちの体に精気を与えエネルギッシュにしてしまうんです。でも蜂蜜とレモンをお湯で割って飲めば話は別ですよ。第3位、チェリージュースを飲む。ルイジアナ州立大学の新たな研究によると就寝前にチェリージュースをグラス2杯飲むと睡眠時間が約90分長くなったことが分かりました。チェリーの中のルビー色の色素がトリプトファンの分解を抑え効果が長続きするのです。もしチェリージュースが好きでないなら夕食に海藻類を食べてください。オックスフォードの研究によると海藻はオメガ3脂肪酸を豊富に含有し長く質の良い眠りを得られるそうです。第2位、髪を溶かす。寝る前に髪を溶かすと地肌から死んだ角質やホコリなどを取り除けます。ブラシで軽く地肌をマッサージすると毛の根元に酸素や栄養分に富んだ物質を届けられます。そして朝には急いであなたの髪をスタイリングする必要もなくなります。イギリス人のスタイリストサム・バーネットによるとブラッシングは1日に 2,3 回で十分でそれ以上してしまうとオイリーでダメージを受けやすい髪になってしまうそうです。第1位、一日を振り返る。一日を振り返り、その日あなたに起こった良いことや変えたいと思うことなどを日記に書き出してみましょう。研究によると毎日分析をするのは大変良いことだそうです。そしてあなたがもし寝る前に前向きな感情を持てないままでいるなら自分にとって心地よい楽しいことをしてみましょう。例えばあなたの猫ちゃんを撫でてあげるとか。
おまけ、いびきと頭痛には鉛筆一本で対処できます。もしあなたのご家族のいびきに悩まされている、もしくはあなたがいびきをかいているようでしたら、口の中の上壁の筋肉を強化するエクササイズをおすすめします。というのも、その筋肉が弱いといびきをかいてしまうからです。時間があるときに歯の間に鉛筆を挟み、そのままの状態で5分から10分保ちます。この簡単なエクササイズは他の特定の筋肉もほぐせるので、頭痛を鎮めるのにも有効です。あなたにもこれなしではやっていけないというような夜の日課はありますか？下のコメント欄でぜひシェアしてくださいね。この動画を気に入っていただけましたら、高評価ボタンでお知らせください。そして朝の支度に時間がかかりすぎてよく遅れてくるようなお友達にも、この動画のリンクを送ってあげてくださいね。もしあなたが私たちのチャンネルに来るのが初めてなら、登録ボタンを押してクールなアップデートを受け取れるようにしましょう。人生はいつもブライトサイドで。